カール・ビィル・ヘルム・ハーンは、ドイツの動物学者である。鳥類など多くの図鑑を作ったが特にクモ類の図鑑の著者として知られている。現在のバイエルン州のバッヒエンドートで生まれた。父親は後に、フィュルトの貴族、ピュクラー家の庭師となる人物である。高校を卒業し、1808年まで軍役に着いた。エアランゲンで写真を使った、製版技術を学び、 自然研究者のサークルに加わった。1818 18年に最初の鳥類の著作の出版を始め、1819年にエアランゲン大学で学位を得た。1819年により出版が盛んなニュルンベルクに移り、そこで3人の子持ちの女性と結婚した。 さらにミュンヘンに移り、バイエルン国オーマクシメリアン一世の施設動物園の珍しい鳥類についての著作を出版しようとしたが成功しなかった。1825年にニュルンベルクに戻った。1820年からクモの図鑑の出版を始めた。それまでクモ類だけの図鑑はなかった。当初の計画では年間12回100部ずつ販売される予定であったが、 1836年までに8回の販売しかされなかった。図版はハーンが制作し81点の図版を描いた。ハーンは肺炎で没し、没後、動物学者のカールルートビヒコハホが出版を引き継ぎ、1848年まで刊行された。多くの新種の雲の記載がなされている。ダイア・ラクニドンの図版。ありがとうございます。